ウィッチャー狼の悪夢を制作したスタジオミールがアニメ化を手掛け、主題歌を担当するのは今アジアで大人気のボーイズグループエイティーズ。ぜひご注目ください。ネットフリックスシリーズ外見至上主義は11月4日より独占配信です。